今回はデザインカッツから2020年5月に入手したバンドル品からこのヒストリアというものを説明します。で、この、えー、コンテンツはフォントなんですけれども2種類あります。ここのヒストリアというのとヒストリアヴィンテージの2種類ですね。で、さらにレギュラーとかイタリックとか分 <laughs> かれてます。 で、これがサンプル画像で、こういう風に穴があるものはもう最初から、えー、JPEG で処理した方が、えーまあ、ブレンダーにして NG になるのを確認するよりも早くできるかと思います。これも穴がありますよね。で、レギュラーの場合は穴がな,なくて問題ない,ないんですけども、穴があるフォントは往々にして、 えー、svg ファイルを作ったとしても、えー、ブレンダーでエラーになる確率が高いので、もう最初から jpg にした方がいいと思います。で、もう本当にこういう穴を正確に再現したいんであれば、もう jpg ファイルも大きなサイズで作った方がいいと思います。これがサンプル画像ですね。こういう図形も 提供されてますのでこれもそのまんま、えー、SVG ファイルにして Blender で 3D にすることができます。でいつものようにチャートで説明するとまず2種類大きくフォントは分かれるんですけれどもこちらのレギュラータイプの方は全く問題なく えー、アフィニティデザイナーで SVG ファイルを出力をして、ブレンダーで 3D にできます。で、もう一つの方は、まあ、穴を再現するということであれば、やはり JPEG を出力をして、それも大きなサイズで作った方がいいですね。まあ、最悪はもう一文字、一文字ずつ作った方が正確にできます。 で、PHP コーディングで JPEG から SVG ファイルを作って、えー、処理すれば Blender でも OK になります。ただ、えっ、ー、と、正確に再現するにはって、えー、何度か説明しましたけど、もともとこのフォントそのものの穴の形とか数は、えっ、ー、と、オリジナル、オリジナルがわからないと、 それが本物かどうかとわからないわけですから、まあ、穴があればいいなっていう程度であれば別に、えー、オリジナルのものを正確に、えー、再現する必要はないと思います。で、これが、レギュラーの方ですけど、 まあこのように穴がないので問題なく再現できました。で、こちらですね。こういうふうに B のところに2箇所穴があったり、A のところにも2箇所あったりしてますけれども、これを本当に正確に再現したければ、もう一つ一つの文字を大きなサイズで作って、 それで、えー、JPEG から SVG ファイルを作、作れば、まあ、あの、完成度が高くなります。まあ、これは、えー、8000×8000 で作ってますので、まあ、この程度の再現率というか、まあ、こんな感じですね。で、これが、えー、図形ですね。 こういう感じで、図形のファイルも提供されてますので、それはそのまま SVG ファイルから、えっと、支給されてますので、それをそのまま Affinity Designer から SVG ファイルにして、Blender でこのように処理すれば、3D にすることができます。 こんな感じですね。ということで今回の説明は以上になります。